皆さんこんにちは。香港の日本語教師のまさみです。お元気ですか？今日も一緒に日本語を勉強しましょう。このビデオは中級の17課45番目のビデオ、単語の180番からです。180からって言ってるんですけど、実際には180と181の2つだけになっています。今日は、ね、少ないですね。皆さん日本語の勉強どうですか？頑張っていますか？ちょっと待って、ちょっとお水飲みます。今日の単語はすみません、急に喉が渇く。今日の単語は立ち向かうですね。立って向かいますです。2つの動詞の複合動詞になっています。それから生まれるですね。すごく優しいね。が立ち向かう自動詞、が生まれる、これも自動詞、どちらも自動詞です。この2つをやっていきましょう。でこの2つの単語なんですけど、のレベルはだいたい JLPT の N2、 もしかしたら多分今回の N3 ぐらいのレベルかな、 N3 ぐらいだと思います。で使っている教科書はこちら、みんなの日本語、ダイガーでヤップンユ、ダジャーダルーユ、みんなの日本語の台湾バージョンの中級の3です。で日本 の、 オリジナルバージョンで中級の2ですね。でも同じですね。17課、中級の17課のビデオです。でもしこのビデオが少し難しいと思ったら、例えば JLPT N4 とか N5 の人はここからですね、サブスクライブして、そしてサブスクライブしてから動画ですね、動画ビデオのリストでこうスクロールしていってくれたら、下の方にね、ずっと下の方に2年前とか3年前の優しい簡単なビデオがあります。N5 から始めて N5 からね、432ときました。でこれから N2 のビデオを撮っていって、で最後は N1 までビデオをね、頑張って撮っていきます。今私のライフワークという感じかな。とりあえず N1 のレベルまでビデオを撮ろうと思ってます。でその後ね、また何をするか考えたいと思います。ではですね、今日の立ち向かうと、すいません、ちょっと待って、今日結構なんかいろんなことをしてなんか疲れてきてるみたい。今日何をしてたかというと、今日は朝は朝寝坊して、昨日の夜すごい遅かった、なんか3時ぐらいに寝たので、で今朝は12時ぐらいまで寝てて、朝授業がなかったので、でそれから起きてからすぐにランチして、お風呂入って、それから何でしたっけね、そうですね、なんか撮影用 の、 服を買いに行き結構なんかね、仕事用の服買うの好きなの で、 でそれから、そうですね、ハロウィン の、 コスチュームのオートレーションに出しに行って、自分でやろうと思ったんですよ、無理だからやめて、今なんかダイアリー見ながら話してるんです。でその後ヨガやろうと思ったんだけどちょっとサボって、で授業ですね、授業を3つやって、でそれで板書ですね、ホワイトボード書いて、でさっき昨日の分で、そして今日の分ですね、ビデオを撮ってます頑張りましょう、みんな一緒に頑張ろうね。みんなで頑張ってると思ったら続けられますよね。さではですね、おしゃべりをやめて早くやりましょう。で立ち向かう自動詞ですね。で誰々が何々に向かうなのに使いますよね。これね、against 何々ですね。でどんな意味かというと、勇気を持ってですね、この立つというのが、英語のスタンドアップもそうですよね。こうね、立ってですね、で相手に向かいます、向かうですね、頑張るぞっていう感じですね。で直面してですね、勇気を持ってその直面、面对でね、そしてで耐えるですね、頑張る、英語の hold on、ね、hold on と大体意味が似ています。頑張るですね、負けないぞって感じですかね。で同じ意味の言葉はですね、面と向かう、反抗する、歯向かう、食ってかかる、ここら辺の今回の意味は困難に立ち向かうという例が例で出てきてるんですね。長文読解です。何ページかというと、157ページですね。今やってる単語は135、単語自体は135なんですけど、
この単語を使う文章はね、ここですね。この子供の日の話、すごく短い短文なんですけど、このあたりに出てきてます。で、困難に立ち向かうという意味で使っているので、まあ、面と向かうの意味ですね。勇気を持ってこう直面して頑張るぞという感じなんですけど、もしこれが立ち向かう相手が困難ではなくて、人だったら、人とか、権力、権力だよね、オーソリティとか政府とか、あと軍隊とかね、戦争の時とか、そういう時にはもっとこうなんか反抗するとかね、政府と反対意見を持ってなんかこう頑張ってプロテストね、プロテストやるとか、なんか歯向かうですね、政府の命令とか、軍での順度ね、軍の命令を聞かないとかですね、歯向かうとか、あとは食ってかかるというともうなんか喧嘩みたいですね。なんか例えば先輩とか自分のなんだろう、誰か上司とかになんか言われて命令された時に命令を聞かないって感じです。なのでこう相手が人間とか政府の時に反抗する、歯向かう、食ってかかるという感じの言葉を使っていくといいと思います。ただ今回はね、面と向かうという感じです。で、ここにね、何に立ち向かうかなんですけど、まず困難に立ち向かうね、あと危険に立ち向かうですね。危険に立ち向かうという時はなんかよく映画の世界なので、主人公がなんか危険、例えば何、すごく大きい津波、廃車をね、フラディングとか、フラディングとかなんだっけ、津波でね、こうビッグウェイで、ね、大きい波がね、津波なんかが来た時に危険に立ち向かうというと、津波が来た時も逃げながらなんだけれど、例えば周りの人を助けたりとかですね、なんかこうどこかに登っていったりとかで、なんか対策を取る感じですかね。それから貧困に立ち向かうですね。貧困っていうとお金がなくてとても困っている状態ですね。ただ今日お金がないじゃなくて、本当に貧困というと、例えばお金がないから家がないとか、学校に行けないとか、食事を十分にすることができない状態、貧困と言います。で、貧困に立ち向かうためには、例えばですけど、私はね、日本語教師なので、皆さんにはね、よかったらね、YouTube で無料でね、こうやってビデオが見られるので、日本語とか、英語とか、言葉を一生懸命練習して上手になったら、仕事の機会が増えるからね、ちょっといい仕事ができて、お給料が上がったりしますよね。そういうのを勧めたりするんですけど、なんか他にも貧困に立ち向かうためには、何でしょうね、例えば、私だったら何を紹介するかな。例えば NPO とかね、こう貧困に立ち向かう、そういうなんかグループがありますよね。で、そういうグループのところに行って、とりあえず助けてもらうっていうのが一番早いかなと思います。あとね、病気に立ち向かうですね。病気になった時に、病気だよ、泣いて何もしないじゃなくて、病気に勝つためにですね、早く病気から回復するために、例えばちょっと運動してみたりとか、例えば栄養のあるものを食べてみたりとかですね、それに勝つために頑張る、何かするという感じです。それから逆境に立ち向かうというと、逆境というとさっきの貧困とかですかね、病気とかもそうですけど、仕事がないとか、家族がいないとかね、誰もね、友達がいない状態とか、生活が苦しいとかね、なんかいろんな逆境がありますよね。例えば、自分の国の政府が悪い政府だから、自分は機会がなくて大変だとか、いろんなそういうのね、大変な状態を逆境と言います。私も、皆さんが見たらね、なんかね、まさみ先生、なんか毎日楽しそうだねって言われるんですけど、でも、やっぱりね、当たり前ですけど、生きていたらみんな逆境がありますよね。すごく大変な時とか、なんかもうなんか泣きたくなるんですけど、泣きたい時は泣いて、泣いた後はもう頑張るしかないですね。私は立ち向かうタイプです。頑張るですね。楽しくね、笑顔で何でも立ち向かって乗り越える方がね、いいですよね。続きですね。ちょっと例文見てください。私たちは一丸となって犯罪と立ち向かうべきだですね。これね、立ち向かうとよく一緒に使う言葉でね、一丸となって、
一丸って一つの丸ですね。こんな感じです。で、イメージはね、みんなが一緒にの意味です。こんな感じ。一丸となってですね。みんなこう別々のこと、バラバラとか別々に、で一人一人じゃなくて、みんなで一緒にの意味です。みんなで一緒に、みんなで協力して、助け合って、一緒にですね、一丸となって、で、犯罪、クライムだよね。ね、あの悪い人たちとね、戦うべきです。そうしなければなりませんという意味ですね。うん、そうそう。で、次行きましょう。181番ですね。生まれるです。何々が生まれる。もちろん、赤ちゃんが生まれるの生まれるなんですけど、今回は、あの、赤ちゃんが生まれるとか、子犬や子猫が生まれるとかの生まれるではなくて、あの、物ですね。物が、物とか習慣とか、前にはありませんでしたが、今ありますね。誕生する、生まれ出るという意味です。例えばね、あ、ちょっと赤ちゃんの先にやりましょうか。赤ちゃんが生まれると、例えば赤ちゃんがいい家庭に生まれる。これに、に使ってください。赤ちゃんがいい家庭に生まれるとか、幸せなうちに生まれるとかですね。あとは、なんだろう、安全な国に生まれるとかに使ってください。で、それから、あの、ここら辺ですね。これがね、あの、なんていうか、生まれ出るというか、できる。あ、そう、できる。できると、簡単な、ちょっと書けばよかった、さっきこれ、ね。できるですね。あの、前はありませんでしたが、今あります。あの、中国のヨーラ、ね、広東語でヤオラ、サンゲ、ま、いえね。Like, before I didn't have, but now I have, という感じですね。例えば、あの、心に余裕が生まれるですね。これはよく使う表現です。自分のまあ心ですね。メンタルの感じかな。心に余裕というとスペースのことです。で、あの、どういう意味かというと、例えばね、時間が全然ないとき。本当に時間がありません。毎日、例えば、うん、私の知ってる人だと多分14時間ぐらい働いてるのかな。もっとかな。なんか、たくさん働いていて、たくさん残業していますから、もうね、あの、何も自分のためにいろいろ考えたりとかする時間がないですね。あと、例えば、お金が少ないです。お給料が少なくてお金がありませんから、やっぱり、あの、余裕がありません。なんか、ゆっくり考えたり、リラックスしたりとか、将来のことを考えたりとか、そういうね、心に余裕がありません。でも、もし、時間やお金ですね、時間やお金がたくさんあって、で、たくさん休むことができたら、心に余裕が生まれます。できますのよね。それから、ここですね。大型合併で国内最大の銀行が生まれたですね。で、大型合併、あの、大型、とても大きいですね。とても大きい、ビッグサイズの、で、合併ですから、まあ、M&A かな。で、合併、の会社と会社が一緒になります。で、merge together ね。二つ、または三つの会社、銀行が一緒に一つになりました。だから日本の、皆さん日本の銀行、名前が長いですよね。例えば、三菱 UFJ 銀行とかね。で、あの、三菱銀行と、なんだっけ、U は何？なんとかで、F もなんとか銀行で、J もなんとか。で、その、全部の銀行一緒に名前全部つけたから、すごい長い名前になってます。ね。で、合併で、では、まあ、理由ね。理由の手ですね。で、国内最大の、国内だから国の中で、今では、まあ、今の日本の意味で使って、日本の中で最大の一番大きい、ね、銀行が生まれました。つまり、できました。ですね。前はありませんでしたが、今あります。ですね。こんな感じで使っていきます。さあ、皆さん、今日は立ち向かうと生まれるだけで、たった2つのあの単語なんですけれども、14分説明してます。あの、皆さんお疲れ様でした。ここまで見てくれた人、どうもありがとうございます。ただね、あの、動詞、普段は、実は、やっぱりたくさん教えたいので、なんか2行ぐらいしかメモしないですよね、大体ね、ちょっとぐらいね。でも、あの、実際に私が、あの、プライベートレッスンで教えるとき、動詞などをやるときには結構これぐらいのボリュームはやります。なんか単語を読んで例文を作るんですね。で、あの、もっともっといろんな例を作ってって、ね、で、あの、もっともっとこう、たくさん、あの、深く理解するんですね。
意味が分かるだけではなくて、動詞は特にですね、動詞とか形容詞は意味が分かるだけではなくて、その動詞を使って短い例文を、これだったら 1,2,3,4,5,6,6,6つですね、6つの短い例文を作ることができるくらいの、それぐらいやった方がいいと思います。でどうやって勉強したらいいかというと、動詞の場合には皆さん辞書ですね、ググってもいいし紙の辞書でもいいです。辞書を見てですね、辞書で単語を調べていろんな例文を取ってきてください。私のこういう例も基本的には辞書を参考にして書かせてもらっています。なので皆さんね、そういう勉強の仕方、中級だからね、今も中級、さらにもう JLPTN2 ですね、かなりレベルが高くなっています。ですから意味が分かるだけではもう多分ね足りないです。でもし意味が分かるだけで、その意味で適当に広東語とか中国語とか英語で考えて、でなんとなくこう一単語一単語、これね逐語訳というんですけど、一単語一単語翻訳して、昔の Google Translate みたいな感じでやってると、とっても変な日本語になります。全然ネイティブの日本語と違う状態になります。だから必要なのはね、意訳と言います。意訳というのは意味を考えた訳、翻訳ですね。全体的な意味で、でそれでどんな言葉にしたらいいのか、で単語と単語のコンビネーションのバランスも非常に大切になります。だから勉強の仕方、皆さんこれからはね、頑張って工夫してアレンジしていってくださいね。じゃあ今日ここまでで単語終わりました。やった、本当私も嬉しい。なので単語が終わりましたから、明日から文法に入ります。で単語だけつまらないよね。もう45回も単語やってるって信じられませんね。1ヶ月半ずっと単語見てくれた人ありがとうございます。お疲れ様です。明日はですね、明日はこれですね、何々するようになって初めて、でこれをやりたいと思います。明後日は言うたったらですね、なんか女の人がよく使う表現かなと思うんです。これやっていきたいと思います。では明日明後日文法頑張りましょう。また明日一緒に勉強しましょうね。お疲れ様です。見てくれてありがとう。高評価、ライク、下からコメントお待ちしております。じゃあね、バイバイ。